2017J2 リーグ第7節モンテディオ山形対大分トリニータの一戦、両チーム選手の入場です。クロスがゴール前入ってくる。セカンドボール、セヌマのシュート、先制ゴール。あっという間の先制ゴール。立ち上がり4分というところ、9番セヌマ今シーズン2得点目、4試合ぶりのゴール。セヌマは今シーズン3得点目、4試合ぶりのゴールになります。立ち上がりクリアボールダイレクトシュートでした。いいですね、このクリア。ちょっとねクリアがねちょっとちっちゃかったっていうのもありますけれども、よくねこのこぼれ球にね反応しましたよね。ワントップの坂野にボールが入るか。セカンドボール拾った、先制ゴールのセヌマ、裏にボールが抜ける。クロスがニアサイド入る、もう一度シュートを放つ。クロスバー直撃、やはりサイドからの攻撃。最後は2番の瀬川がシュートを放ちました。いやここねすごくいい崩しですよね。ここでね瀬川選手ここまで入ってるんですよね、選手の決定的な仕事をね、まあ、スルーパスを出させるっていうところを、山形ができる、ね、ここも中に入ってくる。ループシュート、ずっとゆるきが2列目から飛び出してきました。しっかり抑えてますよね、はい。さあ左サイドゆるき、時間を作る。その高木、クロスが入ってくる。坂野、いやいいクロスでしたね、はい、今のはニアサイド坂野が合わせましたが、枠を捉えることはできません。お手に縦パスが真ん中に入って、ダイレクトで裏に抜けてきて、最後は鈴木がシュートを打とうというところですが、あこれは PK の判定です。坂野のダイレクトプレーから決めました。追加点は山形。鈴木は開幕戦以来6試合ぶりのゴール、今シーズン2得点目。連動性を持った攻撃を仕掛けないとなかなか崩れないのかなと思いますね。シュートを放つ、30メートルロングシュート、素晴らしいシュートが決まりました。9番の後藤、手元の時計で後半の12分。いや今のいいシュートですね。山岸が運ぶ、三平がボールサイドに行く。ここで山岸選手がボールを持って、三平のシュート、追いついた大分。三平今シーズン初ゴール、素晴らしい。あっという間の同点劇、大分トリニータ。キープして逆サイド入ってくる、ヘディング、わずかに枠を捉えられず。山形サポーターの大声援はもちろん、大分のサポーターの声、太鼓の音もしっかり届いています。裏出る林のシュート、どうだ、クリア、オフサイドはない。よくクリアしましたね。決定的なチャンスでしたが高木のクリア、オフサイドラインギリギリだったでしょうか。林が抜け出して、今もいいパスワークでしたよ本当に、はい、大分はね2点取ってるんですね、はい、3節山口戦と5節の熊本戦でゴールを決めている伊佐。クロスが入る、胸トラップ、坂野のシュートは、勝ち越し点は山形。林選手ですね、後
半の40分になろうというところ、5試合ぶりのゴールを決めました坂野。そしてここで試合終了のホイッスル。モンテディオ山形、今シーズンホーム初勝利、開幕以来の今シーズン2勝目、6試合ぶりの白星を挙げました。